はようございます。釣り子 TV です。雑誌買ってきました。ルアーマガジン見開き一発目でこれ、ステラ、ついに2018年の島野の大本命ステラが出るよっていうのがですね、雑誌に載ってました。いやー、これは痺れますね。ちょっとルアーマガジン思わずですね、速攻で買ってきてしまいましたが、中にですね、2018年の気になる新製品、フィッシングショーなんかで公開されるんではないかっていう数々の情報がですね載っていましたんで、買ってきてみました。もうね、開けてこう台輪もね、軽量&タフコンセプト、その進化を体感せよ、カルディアビブス、こんな感じでですね、これ行くぜっていうのが載ってるんですけども、でこう開いていくと、きたー、これね、ステラを超えた2018ステラね、14ステラから4年が経過、いよいよ島の最高峰スピニングが満を持してフルモデルチェンジ、近未来を放出させる流麗なプロダクトデザインに内部構造への期待感も大いに高まる18ニューステラ。果たしてどこがどう進化したのか、その詳細は新年早々にスタートするフィッシングショーを待てっていうことで、まあ実際にね、触った感じとかはもうフィッシングショーまでちょっと待たないといけないんですけども、デザインはね、こうバチッと出てますね。いやー、まあかっこいいですね。うん、まあ大きな、ここの細かい文章で書いてあるのは、およそ 15g ほど軽量化したよっていうようなことが書いてあって、結構ですね、細かいこうスペックですね、どういった番手があるなんていうのも、雑誌を買うとですね書いてあるんで、このね、ビール好きはここの数字見ただけでどれ買おうかあれ買おうかなんていう感じでね、妄想が膨らむんじゃないかと思うんですけども、一番安いのがですね、1000番クラス、まあ、小型のやつが 79,800 円で、大型の C5000XG なんかだと、85,900 円、まあ最高峰ですからね、高い。自分も1台だけステラは所有しているんですけども、結構もうね、古い90年代のステラなんですけども、まあ長いこと使ってもね、全然色褪せないって、今でもですね、使ってるんですけども、ちょっとね、これは買いたいですね。でもちょっとお値段ももちろんステラなんで、まあおよそ8万円台なんで、店頭に並んでも、まあ安くなっても6万7万円準備しておかなければということで、まあね、でもね、この2018ステラ、なかなかデザインもしびれる感じなんで、気になりますよね。で、昨日リール、ベイトリール紹介しますよなんていうことで、ダラダラとこういろいろなリールをですね、触りながら喋っていたんですけども、来年買うリールが決まりました。早速ね、雑誌買って、決まっちゃいました。これバンタムの MGL ね、え、バンタムが復活するんですね。40年の時を経て復活、アルミ一体成型コアソリッドボディをまとった新生バンタムということで、1978年に登場した国産ベイトリールの草分け、バンタム100の登場から40年の節目となる2018年、シマノは現代の最新リールテクノロジーを注ぎ込み、新生バンタムを世に送り出すということで、デザインが出てますね。この中身のコアのところまでアルミ削り出しで入っていて、だからなんかものすごいカッチリした作りのリールみたいですね。で、 MGL スプールが搭載されているよっていうことで、でですね、最近ローギアがない、ローギアがないっていうことでちょっと悲しんでいたんですけども、大注目なのがですね、ギア比
5.5、6.2、7.1、8.1 4種類のですねギア比をラインナップしているので、久しぶりにですねローギアで気合の入ったこう低い対抗のですねこういったリールがシマノから出るよっていうことで、これはですね買いなんですね。自分はちょっとこれフィッシングショーで、こういっぱい触りまくってですね、で2月ぐらいには出るみたいなんでバンタム買います。あー、でちょっとね来年の巻物にこのコアソリッドボディっていうことでカチッとしたリールみたいなんで、こう巻きの感度が上がってるんじゃないかななんていうふうに思いますんでね。で MGL スプールが乗っているっていうことで、メタニウム MGL が出て、クロナーク MGL が出て、この MGL スプールっていうのがどうしても使ってみたかったんですけども、で糸巻き量とかから考えるとクロナークの MGL を買おうかなって、もう買いそうなところまで去年行ったんですよ。ただローギアがないじゃないか、ローギアないのかよと思って待ってれば、クロナークのギア比低いの出ないかななんていう風にもじもじしていたところですね、このバンタムにこの MGL スプールが乗っていて、でギア比が 5.5 ってローギアのリールが出るっていうことで、これはですねもうぜひ欲しいなと思って、で自重がだいたい215g から 225g ぐらいだよというところで、あと16ポンドが 100m 巻けるっていうことで、もう自分は16ポンドが 100m 巻きたいんでも間違いないですね。で価格が3万9000円ほどということなんで、予算的にも、欲しい、なんとか買えるなっていう予算の中に収まっていて、でデザインも結構これを見る限り非常に好みなタイプなんで、このバンタムの MGL はですね、買おうとこういう風に思っている次第でございます。まあ、詳しくはね、あの雑誌を買うとこういろいろと細かい、仕様が書いてあるんで、ぜひ雑誌を買っていただいて、で開くと今度あとですね、アンタレス DC の MD っていうのがですね、なんだろう、 MD モンスタードライブ巨魚対応ファクトリーチューン、存分なラインキャパシティを持ち強度と剛性で定評のアンタレスポテンシャルはそのままにストロングゲームを見据えて専用チューニングっていうことで、この前のページにスーパービッグベイトを投げるような、マグナムベイトを投げるような竿も、受注生産しますよって書いてあるんで、来年のシマノは結構ガチッとした作りのリールにすごい力を入れているよということみたいですね。去年はこういった BFS スプールを各機種に搭載して、まあ、ベイトフィネスに特化したラインナップを非常に充実させてきた年だったとすると、2018年は結構でかいルアーの取り扱いに特化したリールをこうラインナップしていくよと、こういった感じなんですかね。であとアルデバランの MGL スプールが乗ったものも出るよということと、あとはですねここ、バスライズね、去年ねあのバスワン XT が、パワーアップしましたけども、自分イメージとしてはあのバスワンが一番下なのかなと思っていたら、このその下にバスライズのシリーズがありましたね。でバスライズがエントリークラスベイトが高次元のキャスト性能へ進化したっていう、ここら辺もちょっと注目して追っかけていこうかななんていう風に考えております。あとカルカッタコンクエストの、300と400が出るよっていうこと、やっぱりパワフルなモデルが非常に、充実したシマノのラインナップになっていくんじゃないかということで、2018年のフィッシングショー非常に楽しみですね。で開いていくと、あ、ガマカツのロッドもイフリートっていうですね新シリーズが、リリースされるっていうことでございます。それとですね、あとこれアブのですねリールスピニングがとあとベイトが超絶進化っていうことで、
来季のトーナメントでは青木大輔さんをはじめ今井勝孝さん、川辺弘和さん、小森嗣彦さんこぞってこのリールを投入する予定ということで、これね 170g 前後、155g から100大きいのでも 175g 非常に軽量なスピニングリール、高性能なスピニングリールが、控えているということで、価格が 42,500 円ということなんで、まあ、店頭に並ぶと3万円中盤ぐらいで 170g 前後の非常に軽量なスピニングリールが、誕生するということで、あとですねこのレボ系統がいくつかですね、パワーアップしていくみたいなんで、まあ、ここに昨日言ってたような、ローギアのモデルなんかも発表されてくると、まあこっちの方も気になるなというところなんですけど、まあパラパラめくった感じではまだですねローギアの何っていうのは書いてないんですよね。まあちょっと気になるんでこっちの方も、引き続き見ていきたいななんていうふうに考えております。あとですね見どころとしてはですね、いろんなプロのすごいこう技が、まあ乗ってるんです。金森さんすごいでっかいバスを釣ってますけども、これグラスロッド中層シャッティングっていうこの記事、これねこれが痺れたんですよね。このグラスのスピニングがレジットデザインで開発が進んでるみたいです。これも出たら買おうと思いますね。結構ねいろいろ細かくどんなルアー使うとかまで書いてくれているんで、間もなく登場するんじゃないかなというところなんですけども、結構グラスのスピニングって探すとないんですよね。でメガバスの 5.8 フィートのですねグラスのスピニングがあって、それを中古でいいものがあったら買おう買おうと思って、で買った暁にはですねガイドをまあ最新のまあちょっと軽いガイドなんかに巻き替えたりして使おうと思っていたんですけども、レジットデザインでどうやらですねグラスのスピニングがスタンバイされているみたいなんで、これちょっと出たら1本お買い上げということ、ここに、写真も載ってますね。で細かいどういう風に使うか、どんなルアーに合っているか、どういう時に必要かすごい細かく書いてありますので、ぜひですねこれ熟読すると、冬場とか春先の微妙な時期にすごい武器になってくれるんじゃないかなと、ね、これ買います。でまあまあ、ハブさんのスペルバンドコアとね新モデルなんかもこう記事が載ってますけども、でいろいろあって、これね買った時にぜひ、おすすめの記事がですね青木大輔プロのタックルボックスの中全部公開っていうことで、これねすごいね、およそなんだろう4ページから5ページぐらいにわたってチャンプのですねボックスの中すごい細かいところまで取材されてるんですよね。でもうメーカーにこだわらずにですね、本当これ釣れるよっていうルアーが結構ポソポソって、ディスタイルのルアーだけじゃなくて非常にですねここら辺はガチで使ってますっていうルアーが細かく載ってますんで、2019年青木大輔 BASSA ってね海外でついに活動を始めるということで、そこら辺のことも書いてありますけども、ちょっと気になる方はですねぜひですねこのルアーマガジンね新しいのすごいいろいろ書いてありますのでね。でまあ新製品情報でいくと、まあシマノがアーだったんで、じゃあダイワはどうなんだっていうことで、ダイワの記事もですね載ってましたね。後ろの方にあった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 18両がスタンバイされてるみたいですね。黒いボディで非常に精悍な感じですけども、初代両側はですねベイトなのにドラグオンが鳴るっていう機構を初めて入れたのが確か両側だったんじゃないかなと記憶しておりますが、このね今はもうシマノの、こういった
イールにも、ドラグのクリック音が、引き出されるとチリチリチリって、鳴るよっていうのがね、アブのリールにもシマノのリールにも、装備されておりますが、一番最初追っ始めたのは確かこの大和の龍河だったんじゃないかななんていうふうに思いますね。その龍河が18年に、新生龍河として生まれ変わるということで、ここら辺もフィッシングショーの、大和の大注目になるんじゃないかなと。で、あとですね、この新しいね、並木さんが監修している、リールね、ここら辺が目玉だよということで、あとはものすごいね軽さのねスティーズレーシングデザイン、そこら辺も追加のラインナップがスタンバイしているよ。ここら辺ねフィッシングショーでね早く握ってみたいですね。どんなことになっちゃってるのか、デザインもかっこよさげなんで、ここら辺もですねダイワブースに行った時は細かく、見てきたいななんていう風に考えております。うん、まあ龍河が、肝になってくるんですかね。あとはまあ、いろいろハートランド、あとタトゥーラエリートとかですね、あとブレイゾンシリーズとか、新しくですねこういうのがスタンバイしているよっていうのが結構細かくですね、いろんな機種が載っているので、ちょっと自分のお気に入りの機種がないかですね、雑誌を見ながら妄想していくと非常にこの冬場楽しめるんじゃないかなということで、でさっきスピニングのグラスロット欲しいなーなんて言ってましたけども、ベイトで今一番欲しいのがこの大森プロが使っているですね巻物のタトゥーラエリートですね。このシャロークランキングをするための7フィートでミディアムヘビーのレギュラーテープアクションの竿ですね。701MHRB の G ってやつですね。来年ベイトでちょっと買おうかな、新品で買おうかなっていう風に目論んでいるのがこの、タトゥーラエリートのですね、ミディアムヘビーの巻物ロッド、グラスコンポジットの竿ですけどね、これをちょっと買おうかななんていう風に考えております。というわけでですね、あとはこれね、レイドジャパンからですねスクラッチっていうなんかかっこいいですねトップウォーターがスタンバイしてるよなんていう、記事も載ってますんでね、どういうとこで使うとかすごい細かく書いてありますんで、こんな感じでですねこの冬場の雑誌っちゃ面白いですよね。でね、ちょっと釣りに行く回数もハイシーズンに比べると減りますんでね、本当記事を舐めるようにですね一文字一文字読んじゃうわけですけども、非常に、気になるですね記事が満載でございます。まあ何にしてもね、今月号この見開き開いた瞬間のこのステラの広告、これしびれますね。というわけでですね、ついに、スタンバイしていることが明らかになったですね18ステラ、あとバンタムですね、ここら辺を要注目ということでですね、今日はですね雑誌をペラペラとめくっているだけなんですけども、これねほんと欲しいんで、フィッシングショーでね胃の一番にちょっと触ってですね、で早ければ2月には、店頭にも並ぶみたいなので動向を追いかけていきたいと思います。はい、というわけでね、釣り子でここで終わりかなと思いきやですね、昨日こんなベイトリール使ってるんですよなんていう動画を上げたところ、結構いっぱいですね珍しくコメントをいただきまして、ご質問のコメントなんていうのもいくつか、もらいましたんで、ちょっとですねお答えできるところはお答えしていければななんていうふうに考えております。J ライデンさん、ブレーキ特性バラバラでキャスト安定しますかね、特に固定式マグは苦手です、2018モデルではスティーズ ATW のローギアに期待しています、ハイギアでも巻き感の良いので、ローも補充しちゃいそうですということで、スティーズ ATW ね、この雑誌にはねその追加機種とか書いてなかったんですけど、もう間もなくあのダイワのカタログなんていうのも店頭に並び出す時期ですよね、ちょっとそこら辺も、気になりますね、スティーズ ATW に、機種の追加はあるのかね、ちょっとね何か情報が入りましたらまた動画の方でも、ご案内していければななんていうふうに思います。
います。であとはですね、12エクセンス DC はブレーキが強いのと見た目が少しチープなので売っちゃいました。そうですね、あれちょっと海用の、DC ブレーキなんか違うんですかね。効きがちょっと強い。ビッグベイトとかを本当にトラブルなく投げるように作られているんで、ちょっとね、エクセンス DC 昔のやつはね、ブレーキ強めということで、まあ自分はちょっと重め大きめのルアー投げるときによく使ってますんでね、あれでちょうどいいかなということなんですが、まあニューエクセンス DC もね、あれももうちょっと安くなったらね、使ってみたいななんていうふうに思っておりますけども。ですね、あと、わたたさん、失礼します。ビッグシューターコンパクトってスキッピングできますか？あんまりイメージが湧かないんですけれども、ということで、結構ね、ビッグシューターコンパクトで、フロッグでよく使うんで、で、暴走のリザーバーなんかで使うときは、そのフロッグを、オーバーハングの下にこう、ビシビシビシって投げてくるんですけどね、できなくはないですよ。非常にですね、何でも投げやすい。そのコンパクトじゃない時のビッグシューターは結構ね、投げるの大変だったんですけども、ビッグシューターコンパクトの方は比較的快適にスパパパパーンってこうなんか使えてるイメージなんですが、スキッピングするぞっていうつもりでは投げてないんで、ちょっとね、正確な回答にはなってないんですけども、結構ね、やりやすいと思います。できなくはないと思います。であとですね、小さなの池で小さい、バスばっかりだったからスピニングで楽しんでいたが、30近くのギルとでかいバスがかかって折れました。ベイトバスワン使ったけどバックラッシュして放置しているということで、 SV か DC か遠心力どれがいいんだということで、グリーンパンプキンペッパーさんですね。ですね、シマノの遠心ブレーキってすごい合うと、セッティングが合うとすごい使いやすいんですけども、調整がねちょっとね、これも遠心ブレーキと、あとまあこれマグネットも入ってたかと思いますけども、シマノの遠心ブレーキってちょっとね、設定がずれると、まあ確かにバックラッシュすることがある。これもね、ものすごい投げやすいベイトフィネスのリールなんですけども、ちょっとね無理するとね、やっぱバックラッシュするときはバックラッシュしちゃうんですよね。でそういうのがちょっと嫌だなーなんていう人は、まあ確かにね、ダイワのマグネットブレーキで合うのが見つかれば、そっちの方がもしかしたらいいかもしれないですね。もしくはアブのですね、5g から 10g ぐらいの中心に使うっていうことなんで、アブの LTX とか LT とかああいうシリーズはですね、ちっちゃいルアーでもほんと快適にバックロッシュしないで投げれるんで、どちらかっていうと、まあちょっとバスワンの遠心が向いてなかったっていうことだったら、ダイワもしくはアブなんかのリールをねちょっと試してみるといいかもしれないですね。であとですね、はるきさん、いつも楽しみに動画見ています。スピニングリールの使い分け方とか説明も載せていただくと参考になりますということで、ビート編が結構ね評判が良かったんで、スピニングこんなの使ってます、こういう使い分けしてますなんていう動画もね、冬の間中に絶対上げようかななんて思いますので、よろしくお願いいたします。であとですね、右巻きと左巻きのものがありますが、使い分けはしているのでしょうかということで、使い分けしてますね。基本はですね、左巻きのリールを使っているんですけども、手が疲れた時に右巻きにします。という感じです。基本はね、利き腕でワームの釣りが自分非常に多いんで、利き腕でこうアクションさせるっていうことが多いんで、そういう時はですね、左巻きのこれね、左巻きのリールを使うんですけども、一日中ねこれで釣りしてると、ちょっとだるいなってなるんで、そういう時はね、こっち側に、持ち替えて、で巻いたりですね、あとは利き腕を添えてアクションしたりとかね、するんですけども、基本はねこっち巻きが多いですね。もともとはこっち巻きだったんですよ。どちらかっていうと、
昔ですね、小さい頃あの村田はじめ派だったんで、友達の中でもですねチーム大和派か、島の村田はじめ派かってこう、系統が分かれていたんですけどね、自分はあの、ガチの村田はじめファンだったんで、まあ、村田はじめさんはこっち巻きだよっていうことで、やっていたんで、電信ブレーキだよっていうことでやってたんで、自分も、その頃からずっと島のっていう感じになってたんで、ただですね、その中でトーナメントの中で今江勝孝プロがですね、こうアブのリールをこっち巻きとこっち巻き、左巻きと右巻き両方用意して、で利き腕で電撃合わせっていうすごい、すごい技があるっていう感じで、一気にですね左巻きっていう、文化がですね広がっていって、で自分でもですねワームの釣りをする時なんかはこのこっち巻きを使ったところ、あ本当にやりやすいなって、なんかもうすごい操作しやすいなっていうことで、でいつの間にかリールを買い足していくとですね、比較的この左巻きの方が多くなっていったなぁなんていう印象です。ただ巻き物をやるときはですね、利き腕で巻いた方がこっちの手が結構感度を感じてるなんていうのもある。で何て言うんですかね、シーバス釣りなんかは巻き物中心ですけどね、そういった時はこっちの利き腕で巻くっていうことの方が多いですね。だから、まあ、簡単に言うと巻き物は、右巻き、ワームは左巻き、こういう使い分けをしております。その他ですね、いろいろコメントが確かあったと思うんですけども、そうですね、最近は軽量化やハイギアばかりが流行ってしまっていて、各社競っていますが、昔からのバサーにしたら進化すぎだなと思いますなと、いろいろですねコメントいただきまして本当ありがとうございます。次回は、ロッドの紹介って書いてありますから、まあ、ロッドの方もね順次ね、あれこれどうですかみたいな感じでご紹介の動画上げていければななんていう風に考えております。またですねフィッシングショーも近づいてきてますんでね、こういう、最新情報があったらですね逐次追いかけていきたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV はですね、いよいよ広告がオープンになりましたね。シマノ、ステラ、バンタム、その他各社ですねかなり強力な新製品がスタンバイされているみたいですよということで、本日は寝たいと思います。はい、釣り講 TV でした。